はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。山本群馬県知事定例記者会見、蓮舫知事は見たくない民主党政権の悪夢のような3年間の事業仕分けが最悪だった。メディアの前で彼らが官僚を攻撃する構図はとても不愉快だった。議員だった20年間も批判批判また批判と事実陳列してしまいまして、パヨっていうか、まあ外国人が発狂しておりました。世論です。マジかよ山本太郎、違う人だなこれ。スネオ知事に同意するスネオ知事、多くの国民がそう思ってる。群馬の森に続きナイスイタチどうも外見をいじるのが多いですねこの人ね。群馬が撤去した追悼碑を東京に建てそう。 11PM の水着タレントが東京都知事とか舐めとんのか。蓮舫がテレビに映ると子供が怖がる。民進党の代表になりたいなりたいって騒いで、うまくいかないと周囲にわめき散らして誰にも相談せず翌日辞めますだもんな。そんなことあったのか。しばきたいとごもうが即反応してて草と。板には知事に対する罵詈雑言が溢れ返っておりました。そういえば群馬県はですね、朝鮮人追悼碑の撤去で界隈に恨まれてるんでしたっけね。知事の外見だの人格だのツボだのといつものパターンで悪口が溢れ返っておりまして、本当に界隈は知性の欠片もないですな。メディアの前で彼らが官僚を攻撃する講座とても不愉快であるとか、批判批判また批判には全く反論できない、事実だからね。消費者物価指数が前年度比で 2.5% 上昇、 NHK 電気代補助停止と再エネ付加税増税のせいと、言っておりました。試験です。あ、世論です。インフレ再加速、もうダメだ、利上げするしかない、消費しないことで耐え忍ぶのみ、経済成長してるな、よし、投資所得がないと貧しくなる一方、とうとう出たね。これ意味わかんないですけど、そういえば松本人志すっかり忘れてましたけれども、裁判どうなってんでしょうね。財務省は年間 2% 程度の物価上昇と賃金上昇をですね、健全な経済成長と定義しているんですけれども、補助金停止と再エネ付加税増税のせいだったら経済成長してないじゃんかっていう話ですね。 2.5% 上昇してもさ、賃金は平均で 3.8% ぐらい上がったらしいですね。世界中どこもやってないですね。再エネ付加税に今すぐやめろって。そんでなくてもですね、実質税負担率 47% の重税にあえいでるんだから、こんなんじゃ物買う余力なくて、経済成長どころじゃないですよ。全く皆さんが物買ってくれて経済成長するんでしょうが、物買う金ねえよ重税でさ。厚労省、職場におけるハラスメント対策、客の難癖言いがかりカスタマーハラスメントは、社会的地位の高かった人、定年退職したシニア層などに傾向が見られる。根拠はですね、サービス業の労働組合が行ったアンケートだったが、社会的地位の高い人、高かった人、定年退職したシニア層などに差別だと騒がれて削除しました。世論です。これぞカスハラだよな。普通の人はわざわざ抗議なんかしません。事実を陳列してしまったのか。そういう分析大事だと思うけど、事実を書いたら消されるって何なの。アンケートを元に書かれたなら、とあるから客観的なデータじゃね。生きってるおっさんに遭遇したらその通りだとわかるだろう。この抗議した人たちってのがまさに社会的地位の高かった人やシニア層でしたというオチ。こんなのに抗議するとか、高齢者がカスハラしていることの証拠、まさに指摘した事実通りの展開じゃないか。どういう人間なのかがよくわかると。調査によればカスハラの半数以上が60代と70代によるものだそうであります。社会的地位が高いと高かった人が定年して今までのように威張れなくなって、店に威張ってるっていうことなんですかね。
それとも社会的地位が高い人と定年退職した人は別で、定年退職した社会的地位が低い人も威張ってるって話なんですかね。こういう指摘が炎上して削除する羽目になったっていうことはですね、まさにこういう人らが騒いだってことで、事実っていう証明になってますよね。20代の男性って書いて炎上したら、ああ20代の男が騒いだんだなって、思うんだしね。年取って短期に、脳の老化で感情コントロール能力が低下するみたいであります。なので年取って短期になる人は本質が短期だったが、それを理性で抑えていたと、大脳皮質によるですね、理性で抑えていたが、大脳皮質の老化で萎縮で抑えられなくなってむき出しになっていると、短期な人はますます短期に、高職な人はますます高職に、いい加減な人はますますいい加減に、だらしがない人はますますだらしがなく、私も気をつけないとOECD、これはちゃんと統計値が出るような34カ国、ちゃんと何らかの調査ができるような国整ってる、国34カ国まあ上の方でしょうね、名前も知んないよな、アフリカの国とかは入ってないんだろうな。調査、1975年生まれ49歳女性について調査、子供がいない49歳日本女性率は 28% で OECD1 位でした。なんと、多いってことよ、多いってこと。2位はスペイン、3位はイタリア、やっぱ先進国ですかね。49歳の女性について調べたのは、49歳から上の人が子供を産むことはまあ稀だろうっていう判断なんでしょうね。49歳までに子供いなかったら、まあその人は一生子供いないだろうっていう判断なんでしょうね。野田聖子みたいに無理やり医学を駆使して産んじゃうような人もいますけれども、世論です。結婚出産めんどいじゃん。 IQ が高い人ほどなぜか子供を持たない傾向。1970生まれが 27% だからあんまり増えてないな。5年間であんまり増えてない 1%。 来年はもっと増えそうだけど、3割もかー、もったいない。着実に破滅に向かっている。喧嘩している親父を見て結婚に幻滅した世代、若い時勢いで結婚しないと、女性の社会進出や進学率が上がれば当然の結果、女性一人でも生きていける良い国だからと、脳科学者の中野信子さんも似たようなこと言ってました。私は一人も友達がいないんで、社会インフラのおかげで一人でも生きていける社会が素晴らしいってね、その村とかに頼らなくても、行政がしっかりしているから、まあいろんな各種民間サービスもありますし、一人で生きていけるようになったから、その村に対する地域愛とかが薄れたんだみたいな話してましたけど、なんて言ってくれながらしれっと結婚してましたけどね、一人も友達いないんが、結婚する相手はいたんだなーって。 28% のこなしさんはの中には既婚だが生まれなかったって人も含まれるでしょうね。同級生や知り合いに結構そういうご夫婦が存在してるんで、自民や政府や財界が結婚出産よりもね、大学に行って男並みに働けってことを推進してんで、少子化は当然なんですよ。フル労働しつつ恋愛して結婚して出産して、育児もしろって女性の負担重すぎますよね。男女共同参画推進、女性が輝ける社会をなんつってるおっさんじいさんどもは自分でできんか、そんな大変なこと、自分でできもしねえことを進めてねえか、世の女性にって行き通るところでありますけれども、国内唯一のパチンコ玉を作っていたサンライズ工業株式会社さん、もうやめます、事業撤退、国産品絶滅、今後は輸入品オンリーになるみたいであります。世論です。これは全く問題ない、むしろ国産だったことに驚き、鉄や原材料が高くなっとるしな。違法ギャンブルのパチンコは全部潰した方がいい。新札発行で撤退するパチ屋が少なくないもんな。スロットに押されてパチンコ棚の
消費も減ったんだろう。そのうち釘師とかもロストテクノロジーになるんだろうね。人口減るしパチンコ店もどんどん、潰れてるし、そもそもが違法賭博だし、まあ別にいいのでは。パチンコの玉って使用限界どのぐらいなんでしょうね。一回買えばずっと使ってられるんじゃなくて、やっぱすり減ったりするんでしょうかね。代表選挙を提案して共産党職員を解雇された松竹信行さん69歳、処分無効を東京地裁に訴え、20日に第1回口頭弁論が開かれ、共産党側が政党内の問題は司法審査に馴染まないと反論しました。世論です。共産党内は違い法権宣言、法に従わない共産党の本質がこれよな。政党内の問題だからこそ司法判断の出番では、そこは司法に馴染むような党運営しないと。 DV 夫が警察は家庭のことに口出すなって切れてるのと同じ構図だね。党内ルールでどこまでできるのか興味深い裁判だね。昭和から何一つ変わらない組織もすごい。さすがアンチ法治主義と。なんせ今の政府をですね、暴力で倒して自分らルールを押し付けようとしてってますからね。今の政府が作った法律なんかバカらしくて聞いてらんないでしょ。今の政府が正しいならば、それを倒そうとしている自分らが悪ってなっちゃうもんね。まあ悪なんですけどね、全くの。豊島区議会ですもんね。豊島区議会でも違法たすきを詰められた時に何度もですね、司法の判断でって言ってましたよ。言い訳してましたよ。警察に捕まってねえんだから、言われてねえんだから詰め込み言うなって言ってました。この時は司法の判断でっつって、ある時は司法に馴染まないって口出すなって言ってるし、まあまあ二枚舌なんですよね。共産党にとって私らなんか騙す対象でしかないですから、どんな嘘ついて騙しても権力さえ握っちまえばあとはどうにでもなるって考えてからこういう風な態度が取れるんですよね。今日の単身です。日本政府、医師過剰地域における会議を規制を開始しました。丸の内線の明ヶ谷駅前なんですけれども、小さい内科、小児科、眼科、泌尿器科、耳鼻科、皮膚科など結構ひしめいておりまして、こういう地域の新規開業を制限するとなると、今やってる病院は既得権益になりますね。新規参入競争相手が今後出ないっていう既得権益になりますね。人気の地域にばっかりですね、医師が偏って、過疎地や地方の医者不足を解消したい考えですかね。なんでそれを厚労省じゃなくて財務省がそれやってるのかがちょっと謎なんですけどね。自称徴用工、実は応募して、働いた、裁判2審でゼネコンの一角熊谷組が敗訴。韓国での裁判です。これ約1100万円の支払い判決。これ大変ですね。熊谷組の株買って株主総会で絶対払わないよって言ってこないとね。ちなみに三菱重工と日本製鉄はですね、払いませんっていう言質をですね、有志が株主総会で取ってあります。敵国は韓国は未だに竹島を占領している軍事敵国だから、何でもありですね、これね。なんで敵国人の韓国人が、のんきに日本観光できてんのか、不思議でなりませんよ。ウクライナ人がロシア観光できますかって話ですよね。テレ朝ドラマ、実写版ブラックジャック、安楽死医師のドクターキリコ女性が、演じる原作無視を行ってしまいました。女優さんは原田美恵子さんの娘さんで、あ、面影あんなーって、似てるなー、さすが親子って思うお綺麗な方。ここも日テレ同様、原作者をけほどもリスペクトしてない模様であります。こういうドラマ作る人たちは自分たちではお話作れないにもかかわらず、自分たちはクリエイターだというプライドがあるから、何かしら原作と違った独自のことをやりたがるんだと映像作家の人が言ってた。なるほどなるほど。くったらないプライドで原作書いちゃうんだな。自分で話作れねえくせにっていう話でね。
ロシアのアンチウイルスソフト、安保上の理由から全米で使用禁止になりました。日本ではあんまり一般的でない気がするんですけど、使ってる方いらっしゃいますでしょうか？アメリカはそう判断したみたいですよ。安保上の理由から、使ってらっしゃる方いらっしゃいますでしょうか？別なのに変えた方がいいみたいですよ。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。